ナマズくん、やってきたぞ、エズマリュウが。ちょっと待ってもらっていいか。ナマズ、ちょんまげこぞ、やってきたぞ。今一人。ちょっと待って、俺も変なことあったね、絶対に。ちょっと待ってで、お願い。お願い。マジで、俺怖いやつじゃないけ。待って。待って待って。この時点でさ、まあ、変なことだよね、彼からしたら。ツイッターでコラボしたいっつっても。俺のこと嫌い？いいよ、いいよ。俺のこと知っとった？教えて。メントスコーラ。信号。三連打。挨拶、挨拶だけお願いします。挨拶お願いします。挨拶かわいそう。君たちは有名になりすぎた。有名になったらこういうこともある。わかった？よ、覚えてけよ。これお土産じゃん。やる。いや、ちょっと、受け取れない。歩き疲れたよ、お前を探せない頃は。公園全然撮影せんや。あの公園もね、撮影迷惑って連絡入っとるんよ。おめえらうるせえって。YouTube やりよるけ。はい。わかった？はい。人に迷惑かけちゃちゃあらんぞ。はい。OK？ はい。じゃあそれだけ言いたかった。はい、あと、お前らがバズったから、はい。俺の親友のユタボン。ユタボンがおわこになった。それだけは許せん。OK？ はい。じゃあこれで許してやれ。ありがとう！ナマズ選挙！じゃあな！これ、ひどいよね。かわいそうだなってマジで思うんだよね。もう全く気乗りしてないし、DM 無視してる時点でさ、もう脈がないわけじゃん。で、突しちゃうってね。なんか、これ誰がどう見てもさ、だるから見されてさ、ナマズくんかわいそうだよね。それに尽きるだけだよね。で、まあ結局さ、なんで突したかっていうと、彼が140万人フォロワーいる、あの、チャンネル登録者数がいる、あの、大きい人だからね、あの、ヘズマリーはそういうの好きなんだよね。これこれ3、これこれ3っていうように、その、大きい人が好きなんだよ。数字持ってる人。で、突しちゃったんだよね。柴田もこれに対してちょっと怒ってましたよね。まあ唯一の救いはさ、まあ奥さんがその動画に対して、まあ、今日帰ったら説教ねって。まだ常識人だったってことがね、まあ、せめてもの救いですよね。まあ、これでさ、なんか、ヘックンさ、あの、トツ久しぶり、かっこいいとかさ、言ったらさ、もう完璧このアバズレ奥さんだったけど、まあ、こういうね、発言をする人で、まあ、安心したなって思う人が多いんじゃないでしょうか。ではどうも、ありがとうございました。